人のシェリーです、天使玉娘終わりまして、マジョリティーパーティーの放送もね、放送じゃない、収録も終わりまして、はい、いろはさんもね、お見送りしたところなんですけど、はい、この動画が回ってるということは、まあ何かがあるんだろうなっていう気がするんですけど、はい、はい、何を高齢化しようとしてるんだという気持ちがあるんですけど、はい、まあいや、ちょっとね、これ、はい、ここカットですね、この変なグダグダが、はい、はい、はい、そうですね、何を持っているんだ、まず何を持っているんだですけど、はい、何のあれもなく、ただ無意味に殴られましたからね、障害1でしたので、はい、今日はですね、わらわからちょっと物を申したいことがあるということで、はい、もう夏じゃないですか、はい、暑いじゃないですか、はい、暑いのは分かるんですけど、はい、首にタオルを巻くのは、はい、おじさんすぎるからやめてほしいという、ああ、はい、ここでちょっと提案させていただきます、ね、これね、要はそうですね、こういうことですね、私はちょっとタオルを愛用してるんですけど、おじ巻きね、はい、これ見てください、これおじ巻きね、こうやってね、普段はね、はい、プライベートでこういう風にやってる結構多くですね。これはダメ。最高だね。これ。いや、農作業してるんじゃないんだから。街中でいて、かっこいい、割とおしゃれなアロハシャツとか着るじゃないですか。まあね、あれおしゃれですもんね。それなのに、これが全て台無しにしてるんだよ。それにしてはね、長さが足りん。長さが足りん。今年のトレンドはこれだからね、おじ巻き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 だよ。いやいや、それなんかすごい、はい、まあ、中脇田さんみたいにね、おしゃれなやつ、おしゃれ用のって巻くのいいじゃないですか。もう完全にそれもうただのタオルじゃないですか。タオルですよ、おじ巻きですよ。それをまずやめてくれないかっていう、あ、まあ、バンドマンなんだからカッコつけてなんぼの、バンドマンカッコつけてなんぼ、しかもメダル、バンドマンの前に、おじさん。ダメですよ、そこは。やっぱり、なんだろう、なんか普通のバンドだったらいいですよ、普通のなんかカジュアルな格好して、カジュアルな曲をやってるんだったら、まだしも、こういう、ね、きちっと衣装着て、きちっとメイクして、きちっと髪型やって、バンドじゃないですか、やっぱそこは見た目をね、重視していかないと。だから俺も重視してるタオル。タオルがダメなんだよな。いやだって汗びっしゃびしゃのさ、崩れた顔を出すのと、はい、ね、タオル巻いてちゃんと見出しにあれするさ、どっちがいいですか。なんだろうな。ほらな。まあ、その都度タオルを出せばいいじゃないですか。タオルを出しても拭いた方がいいじゃないですか。ずっと首に巻いてるのは正直言ってダサい。いけてると思うけどね。ちょっと逆に聞きたい、どういうところがいけてると思っているようですか。機能的じゃん、こうやってこうやって、ああ、ちゃ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 。機能的、まあ、機能的は。いや、暑苦しくないんだよ。暑苦しくない、ボタ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 なってるじゃん。まあなってるけど、だろう、そう、汗かいてるからドライヤーで乾かしてその熱で汗かくような人ですけどね、そうそう、はもう部屋目泣かせだよね。もうとにかくその汗かきなのはいいですけど、そのなんだろう、まあ、制汗のさ、シートとか、そういうのを使う代わりにそのタオル巻かないとか、それをタオル使って、そうか、そのタオル巻かない代わりに、汗かいたらその都度制汗のあのシートでちょっと拭いて、だってなくなるんだもん、まあなくなりますよ、それはどっかに行っちゃうしさ、で、まあ、夏過ぎた頃ぐらいにどっかから出てくるんだもん、まあそれは自分のさじ加減ですよね、はい、まあ、そこはなんかちゃんとしたところに保管しましょうっていう話ですからね、はい、だからとにかく、おじ巻きはやめろ、そう、おじ巻き、タオルのおじ巻きはやめろ、まあ、そうするならちょっともうちょっとおしゃれなもので対応してくださいっていう話です。今日そういう動画です。なるほど。はい、なので皆さん見てる皆さんもレナスさんと同年代の方多分いると思います。その人たちはおじさんと言ってんだよ、あなたは。
おじさんですよ。おじさんです。お前ら出せんだっつってんだよ、お前。まあ、そうです。そうです。ひどいやつだね、あんたはもう。そあ、これは心を鬼にして言わないといけない。おじさんは出せない。そうしないと、向上しないから。おじさんが、おじさん向上しない。おじさんのおしゃれ意識は向上しない。そしたらジョーカーみたいな、メンズジョーカーみたいな。メンズジョーカーにあのタオル巻いてるモデルさんいないでしょ。俺はその第1号だ。俺が第1号だろ。あ、それはまあ別の。今年のトレンドはタオルです。それはもう別部門でやってください。もう、はい。で、あの見てる皆さんもあの心当たりがある人がいたら、あのタオルの押し巻きはちょっと、まあ、農作業とかね、草刈りとかそういうなんかもう絶対もう汗かくみたいなのしてたらまあ仕方ない。ただ街中でおしゃれな格好しているんだったら、なんかタオルとかそこで巻いちゃったりすると、なんかあの自分が損しちゃうから。なるほど、うん、何あの人おじさん臭いとか。じゃあ分かったよ、思われちゃうから。じゃあ分かった、はい、じゃあ100歩譲っておし巻きをやめる。じゃあやめさせるためには、はい、俺と勝負しろ。なんだそれ。勝負しろ。あの、そのところですよ。そうか、はい。じゃあ何でしょう。あ、ストツーにしようと思って。ストツー。ストツー。そんなんもう最初からあれじゃないですか。ハンデあるじゃないですか。ハンデがあるじゃないですか。うん、だから経験者と未経験者だから。だから、うん、3本勝負に、3本中1本でも勝てたら。ああ、そのぐらいがいいですね。うん。はい。どうですか。3本中1本でも勝てたら、持ち巻きやめてください。そう。で、もう必死で始まった時に、させるかーちょっと特訓しないとかな。いや、じゃあストツーじゃなくてもいいよ。別に車のレースのゲームでもいいです、ゲーセンでね。いや、それだってほら、免許持ってる、無免許っていう判断がありますよ。やっぱそこでもやっぱ3本中1本でも取れたら、あの、ちょっとこの提案通させていただいて。いいですよ、はい、いいですよ。ドラゴンマニアでも、はい、ギターグリークでも、はい、UFO キャッチャーでもいいよ。全部なんだろうな、全部自分が経験者のやつしか言わないから。じゃあ何でだったら勝負できるんだ。これこそ2人ともやったことないボードゲームで勝負するんですよ。どんなボードゲームで、まあ、たくさんあるじゃないですか、ボードゲーム。モノポリーみたいなやつ。そうですね。とか、なんか今日の撮った動画でも、うん、あのディアシュピールというところでね、うん、あの購入したあのマジョリティーパーティーあるじゃないですか、うん、2人ともやったことなかったじゃないですか。まあね、まあ、そのディアシュピールさんに行けばたくさんも、まあ、いろいろゲームありますな。そのから勝負しましょう。いや、いや、別に。はい。それ多分その撮影する前に、はい、ね、撮影するまでに夏は終わると思う。だからもうすぐ撮影しましょう。この後すぐ。この後すぐでもいいし、もうこの夏が終わる前に、うん、この勝負やりましょう。はい。はい。というわけで、うん、次回ね。はい。2点中、チェリー VS ベナスの、ボードゲーム対決、近日公開ということで、うん、はい、いつになるかはまだ未定です。はい、はい、じゃあ皆さんその、この勝負、見届けてください。はい、はい、はい、その BGM がおかしいんだよな。